これより戦略的な国際防衛協力の推進自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みをテーマにパネルディスカッションを行いますはじめにパネリストの皆様をご紹介いたします向かって右手より東京大学公共政策大学院客員教授高見沢信重様高見沢様は1978年 防衛庁に入庁されその後防衛政策局長防衛研究所長内閣官房副長官補などを歴任した後2020年1月までジュネーブの国連軍縮会議日本政府代表部大使として勤務されました現在東京大学公共政策大学院客員教授を務めておられます続いて慶応義塾大学 総合政策学部教授、神保健様、神保様は慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科博士課程を修了され、日本国際問題研究所研究員をなどを経て、現在、慶応義塾大学総合政策学部教授を務めておられます。専門分野は国際安全保障論、アジア太平洋の安全保障、 東アジア地域主義日本の安全保障政策でございます続いて防衛研究所主任研究官佐竹智彦様佐竹様は2010年オーストラリア国立大学大学院博士課程を修了後防衛研究所に入所され主任研究官を務めておられます2013年には内局国際政策課で 他国間の安全保障を担当する部員として勤務されました専門分野は同盟研究オーストラリアを含むアジア太平洋の安全保障日米豪安全保障協力でございます続いて東京大学大学院総合文化研究科教授川島真様川島様は1997年 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を修了され、北海道大学大学院助教授を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科教授を務めておられます。専門分野は、中国を含むアジア政治外交史、東アジア国際関係史でございます。続いて、神奈川大学法学部教授、 大場様,様は1998年東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了され東京理科大学教授を経て現在神奈川大学法学部教授を務めておられます。専門分野は東南アジアを含むアジア太平洋地域主義国際関係論でございます。 そして本日モデレーターを務めていただきますのは日本経済新聞編集局コメンテーター秋田博之様です秋田様は1987年日本経済新聞社に入社され北京支局ワシントン支局で勤務されハーバード大学日米関係プログラム研究院を経て現在本社コメンテーターを務めておられます それではここからの進行は秋田様にお願いしたいと思います。秋田様よろしくお願いいたします。よろしく、ね、よろしくお願いいたします。皆さんどうも今日はありがとうございます。あの私普段は取材をして記事を書くのが仕事なんで、すが今日ここにもう揃いの皆様には本当に取材する側から見て本当に日頃私なんかがいろんなアイディアとか考えを教えていただく。 上でその分野の一番優れた、えー、飛び切りの方が今日集まっていると言って断言していいと思います。しかも各地域をそれぞれ、えー、専門分野で網羅されていて、で非常にこうしかもお自分の今日はですね、えー、自分のもう考えを思い切り喋っていただけると思うんですけれども、えー、単にこう詳しいというだけではなくていろんな考えを持ちでやると。 ということで今日あの集まっていたただきましたでましずあの冒頭に、えー、なぜインド太平洋構想もしくはインド太平洋について、えー、話を今日議論をするのかということを私なりの考えとして皆さんの理解を深めていただくために申し上げたいと思います、えー、はっきり言って今日本が何で急にあのインド太平洋とかですねあと皆さんも聞いたかもしれませんがクアッド いわゆる日本やオーストラリア、アメリカ、インド、この4カ国と急になんで仲良くしようと言い始めたのか、これはですね、あの決して日本が友好的な輪を広げようと思ってやっている話ではありません、私の理解では。これは日本をアメリカに守ってもらうことで今まで70年間も平和を保ってきたんですが、もはやアメリカにおんぶに抱っこだけでは、日本のことを守ることができないと。だから さらに他の友達パートナーをにネットワークを広げよう広げようというまさに言ってしまうからサバイバルのためにやっていることなんですね。で例えば一例を挙げますと、えー、今中国軍とアメリカのこちらに展開しているアジアに展開しているアメリカの軍の軍事バランスを考えてみるとですね皆さんはアメリカが圧倒的に強いというふうに勘違いをしている方も多いと思うんですが 現実は全く逆です先週金曜日に、えー、アメリカのインド太平洋軍の司令官が挙げた数字をここに紹介したいと思いますが例えば戦闘機で言いますと中国は今5倍でもこれが2025年10年後じゃありません4年後にはもう8倍になりますアメリカのですね空母は3倍潜水艦6倍強戦闘艦艦艇、まあ、軍艦ですね これ9倍になるんですねでほとんどもう白鵬と小結び以下みたいなサイズになります。でそういうアメリカにおんぶに抱っこであの日米同盟で守ってもらっている日本はどうやって生きていくのかというのがまさにクワッドであり太平洋戦略であるとインド太平洋構想であるということでえ今日の話を進めていきたいと思います。で冒頭にあの今日み1時間半と長いので。 三つの塊で議論をしていきたいと思います。先に皆さんにご説明します。一つ目の塊は、そういう日本が、えー、まあ特にですね、今日のテーマはあのインド太平洋ということですから軸になるのはアメリカとオーストリアとまずはインド。これがいわゆるまあ身内といいますか一番親しいクワッドという枠組みの仲間です。その中でどういうふうにさらに協力を進めていくのか。 そしてさらにはアメリカの同盟国でまあ遠,い仲間遠い友人ほどですね頼りになるときは頼りになるものでヨーロッパの国をここにどういうふうに引きつけるのかというような話が一つ目の塊です。同盟国や友好国との協力。2番目がこれが結構一番重要なうちの一つだと思いますがこの場所にある東南アジアの国にどうやって協力してもらうか。 シンガポールとかタイとかインドネシアとかですね彼らはやっぱりあの中国と対立もしたくもなければしたくもなければ中国,とのこと中国のいろんなことに対してですね脅威を持っている人ち脅威感を受けている人たちなのでそういう人たちをどういうふうにこ,こちらの側に引き寄せていくかが2つ目の塊です3つ目の塊は当然一番これも重要なテーマの1つになりますが政府はそうは言いませんが はっきり言ってこのインド太平洋やクアッドこれは中国に対抗するためというかまあ対抗というと言い過ぎなんですけれども中国がこんなにでかいさっき言ったようにこんなに軍事的に大きくなっちゃったのでどういうふうにこっちもバランスを取るかということでやっているわけですから当然中国は不愉快に思っていると思います、まあ、あのそういう中国にどう向き合うかという話を3つ目にしましてそして最後のまとめにいきたいというふうに思います 前向きが長くなっじゃあ一つ目の塊なんですけれどもまずはこのいわゆるアメリカやオーストラリアや、えー、インドさらにはまあ、えー、その後はもうちょっと欧州の話もしたいと思いますがまずはこのあ同盟国である日米豪インドこの中の協力をどういうふうに進めたらいいか、まあ、ここはまずあの防衛政策をずっと長年携わってきた上沢さんにまず。 えー、ちょっとお話してあげましょうか。3分ぐらいでお願いします。はい。あ、秋田さんどうもありがとうございます。えっ、ー、と私は今の状況の中で何が大事かということを考えてみると、まあ、私はあの防衛研究所の所長をやってたせいもあるんですけども、あのネットワークとですね、それからイニシアチブをやるということ、それから多様性を持っていくということ、それを持続していく力というのが。 やはり非常に重要ではないかなというふうに思っていましてで、そういったことを考えた場合に、この地域で、えー、インドも含めましてです、ね、この民主主義国であるこの4つの国というのは、そういった力のベースになる要素があるんではないかなというふうに思っていますので、その中で健全な競争をしながらです、ね、さらにそのいろんな関係を高めていくということが非常に大事ではないかと。 一方、のこの FOIP という構想は、まさに自由で開かれたインド太平洋ということですから、こういった国がいろんなところでいろんな支援もしてますし、それぞれの国もホスト国同士ががいろんな思いを持っていると、それに対してどう支援をしていくかという、そういう極めて包括的でですね。 コスト国のニーズに応じたようなことができるという機会ではないかなというふうに思っていますので、まあ、それが非常に大事ではないかと、でその大前提となるのは、おそらく3つの柱が必要ではないかということがありまして、1つは、あのそれぞれの,その4カ国がこの地域でやっているプロジェクトなり、協力案件というものはどういうものであるのかということをお互いが理解し合うと。でそれが防衛当局だけではなくて 民間のプロジェクトも含めて、どういうふうなマップ、どういうような状況になっているかということをお互いが理解し合うということが非常に大事ではないかなというふうに思います。それから2点目は、そういった状況をもとにして、では実際にこの地域が安定につながるような、アクションにつながるものは何かということで、行動に焦点が出たような協力ということを考えていくということ。点目はですねそれぞれぞの努力が お互い知らないでですね、勝ち合ってたり、その国は本当はこういうことをしてほしいのに、それぞれの国からいろんなことを言われてるんだけども、肝心なところに手が届かないというようなことがあるとすれば、そこをやはり全体としてつなげていく力というのが大事ではないかなと。したがって私は、その日米合印というのが、この地域で協力していくためには、お互いのそういった思いを共有し合い、それぞれがどこを重視しているのか、そして全体の地図を重ねてみるとですね、どういった状況になっているのかというようなことを、 あの認識し合うとそこからあの始めていくべきではないかとでそういう中において軍当局というのは非常にその組織としてしっかりしておりますしあの多様性を持っているということなのでそういうことをあの軍同士が認識し合うということはまた非常にあの今後のベースになるのではないかとそういうまあ意味合いがあるのかなというふうに思っております私の方からそういったところであお答えしたいと思います,います、えー、つ次にその神保さんに移るんですけれどもその前にちょっと一点伺いたいんですが そういうことを、今言ったような、それぞれのニーズやそれぞれの考えをいろいろ勘案しながら行動計画を作るとまさに本当にあの当局者でいらっしゃった高見山さんならではの考えだと思うんですが、ぶっちゃけ、日本とアメリカとはそんなに考え方違うかもしれません、考え方は変わらないかもしれませんが、インド、インドは自分が一番でかいと思ってますし、中国とも紛争してて、あんまり中国を刺激したくもないでしょうし。 えー、オーストラリアはまあ遠く離れてますし、この4か国ってうまくいくんですかえっとですね、あのそういう4か国の関係っていうのはあの、一枚は出ないことは確かですし、案件に応じて全然その関心が違うと、あるいはあの競争関係にあるかもしれません。ただ大事なのはです、ね、私は3つに分けて考えられると思っていて、1つはお互いの向きが同じで非常に協力し合える分野と。 2点目は同じような向きを向いているけれども、正直競争していると、俺のほうがリードを取りたいという分野と、3つ目は、ですね俺は全く関心ないけれども、お前がまあやるならいいやということなんですね。で、この3つであれば、私は協力はかむんだと、問題はですね、矛盾している分野をどうするかと、それはまあこの枠組みではあんまり議論しないということになるんじゃないかと思うんですありがとうございますあの。今まさにこの共通の同じ方向を向いている、えーまあ多分中国ということが一番でかいと思うんですが、 で違うところについてはあまり突っ込まないでやっていくというまさにそこの知恵だと思うんですが神保さ,さんはあの今は東京に住バンコクに拠点を置かれて,てですね、だ東南アジアにもいらっしゃいますししかも長年いろんな国を見ていて、えー、もう一回同じこと聞くんですが、えー、同じ方向を向いてや,やりたいんですけれども中国特に中国にどう対応するかこの4か国はうまくいくんですか 特にインドがなんか結構私はくせ者と言ったらすみませんインドには申し訳ないんですけれども大きいし、えー、話すと長いしいろいろと難しいようなところもあると思うんですが課題というかそこら辺も含めていかがでしょうか、はい、あのまずあの冒頭の司会の秋田さんの問題提起は大変重要だと思っていてあの中国の台頭に伴う,こう戦略的なバランスが、えー まあ極端にこう今変化しているわけですよねでインド太平洋戦略はあのそれにどう対抗するか、えー、特にこう中国との,この戦略的競争関係をどう進めるかという大変重要なこの手段だと位置づけられているのはその通りなんですけどそれを見た時に日本政府の説明ってあのコネクティビティとこの規範とあと安全保障なんですけど安全保障のとこを見ると。 なんかねあの災害救援とか人道支援とか能力構築支援とか書いてあるんですよ。で私はそれは間違ってないんだけど非常に低姿勢に定義していて本当のこと言ってないんじゃないかと思うわけですね。じゃあその本当のことっていうのは何かというとその中でもやはりアメリカのプレゼンスをインド太平洋地域でしっかりと確保するために。 ちゃゃゃんんんんととと協力しななななきいいいいけませんねううここじゃないですかっていうことなんだと思うんですよね。で特にまあバイデン政権であのグローバルな戦略体制の見直しが進められていて、まあ、あのアメリカはよくダイナミック・フォース・エンプロイメントっていいますけれどもやはりこう展開をこうしていく中でいろんなこう拠点を柔軟にこう何て言うんですかねそのもたらしてくれる地域のインフラとかを整備してほしいとすると、えー、沖縄から えー、フィリピンとそしてマラッカを抜けて、えー、ココス諸島ディエゴ・ガルシアからバーレーンまでのこのインド太平洋の一連のこのアメリカの拠点を同盟国との協力のもとにどう確保するかが実はその競争を戦い抜くということでは決定的に大事なんじゃないかと思うんですねだからインド太平洋と安全保障っていうのは多分ここが核心だと私はあの思っています。で2つ目なんですけども でもそのいろいろなこう高見沢さんからもこういろいろこう地域によってグラデーションがあるという話その通りだと思うんですけれども実はこの米中の戦略的競争って長期的なものなんですよあのロングタームで,でそこで20年ぐらいの単位でどうやって戦い抜くかなんですけど我々を含む地域諸国ってすごいショートタームなんですよ今まさに起きていて秋田さんの言ったようなこう戦略関係のバランスの変化なんていうのは日本にとってみたらそんなのは10年前から起きていること なんですよね今日本と中国の防衛費の差ってもう4倍以上でしょでこれが2030年になると10倍ですからその中で単体で航空優勢とか海上優勢を保つなんていうのはほぼ不可能なんですねでこれをどのような新しい防衛コンセプトと他の国との協力の中でサバイブしていくのかっていうことがまあ革新的には重要な話でこういったプラクティスっていうのは日本からオーストラリアインドに また広がっていくわけですねこういったものを互いに参照しながらなん、まあ、とかこの10年20年をなんとか乗り切ろうというのがさこのインド太平洋戦略のテーマなんじゃないかと思っています。あのまたこう一巡して最後の時に高目澤さんにもあのちょっとお聞きしたいと思うんで今のまさに、まあ、政府はちょっと正直にもっと言うべきじゃないかと、まあ、あのワクチンとかですねあのなんか災害協力とかもそういうのは多分 あんまりセンシティブじゃないからそこから始めるのはいいんだけど、これ、安全保障協力なんであると、中国に選んだ。その場合、どうするのかというのは確信じゃないかというようなこともありましたので、また後の方最後にちょっとまた高見沢さんにそこにも答えていただくとして、次、佐竹さん、佐竹さんはまさに防衛研究所にいらっしゃって、そういう安全保障の側面から日々研究されていて、さらにオーストラリアで研究もされているんで、あの 本来、台本的にはまあちょっと欧州をどう取り込むんですかみたいな話も聞こうと思っているんですが、それも語っていただく一方で、今、ジムさんから出た、これは結局安全保障の協力の枠組みなんだよねと、だけどその戦略的なこの長期で見る余裕がある中国、アメリカとかと違って、こっちの地域諸国は日々のことで大変な中でこうやっていくっていう、そこらへんも含めてです、ね、オーストラリアの視点なんかも含めて、ちょっと、えー、さらにはすみません。できれば でまあ、含めなくてもいいですけど、もしもあの入るようでしたら、その,そのか観点から欧州との付き合いも含めて、ちょっとすみません、いろいろ言っちゃって、すいません、ありがとうございます。あの先ほど高,高見沢さんの方から、アクションオリエントという話があのございましたけれども、私はもちろんそれも重要だと思いますけれども、同時にやっぱり、ある種のビジョンみたいなものを共有するっていうのも、ひとしく重要かなというふうに思っておりまして。で あの私は常々言ってることなんですけど日本とオーストラリアの安全保障協力がなぜここまで強化されてきたかというのはですね必ずしも地政学的な意味での脅威というものを共有していたというだけではなくてやっぱりそのある種こう共通の秩序感といいますか例えばそのアメリカの同盟体制に基づく秩序であったりあるいはその力ではなくてそのルールや法に基づく秩序を打ち立てるとかですねそれからやっぱりその民主主義とか人権とかその法の支配とかある種普遍的な価値に基づく。 その秩序というものに関して、まあ共通のある種指向性を持っていたっていうことは結構。やっぱこれ馬鹿にできないんじゃないかなというふうに思っておりまして、若干のう、書籍臭く聞こえてしまうかもしれないですけれども。そこはやっぱ一つ大きな、あのポイントかなというふうに、思っております。で、そういう意味でいうと、やっぱそのヨーロッパっていうのは非常にやっぱ重要で,で。ヨーロッパってやっぱ日本と同じように、アメリカの、まあ、同盟国 NATO を通じてですね、同盟国でありますし。それから、やっぱその民主主義とか、法の支配のに対する支持っていうのは、非常にやっぱり強いと。 でやっぱりこういった国と協力して、えー、ある種その法の支配とか高校の自由っていうのはそのある種グローバルな規範ですけれどもそのグローバルな規範をインド太平洋という地域にどう根付かせていくかというのがあのフォイップの予定ではないかなというふうにあの私は考えております。であの先ほど秋田さんの方からありましたがインドがじゃあ果たしてそういったその秩序認識を共有しているのかって言われるとですね若干こう個人的には私はあの疑問符がつくところあるんですけどただやっぱりモディ政権以降インドもそういうグローバルな規範に徐々に コミットを強めている部分がありますのであのやっぱオーストラリアなんかと違って若干長い目で長いスパンでインドと付き合っていくっていう観点が必要なのかなというふうに考えております。でじゃあ具体的な協力項目はどこにあるかということなんですけれども、まあ、これはもちろんキャパビルとか海賊対象とかです、ね、サイバーとかそれこそコロナ後の医療支援とかいっぱいあると思うんですけれどもあの個人的に非常にあの関心があるというか重要だと思っているのはやっぱりインド洋上でどう。 協力していくかと特にインド洋ってそのヨーロッパとアジアの結節戦にあるわけで彼らにとって非常に来やすいと思いますしそれからその離島がやっぱありますよねあのディーゴ・ガルシアとかアンダマン・ニコバルとかココス島とかクリスマス島とかっていうところありますけれどもそういうところの,その軍事施設に自衛隊がよりアクセスを強化していってでそういうところでやっぱりインドとかヨーロッパの国とかですねオーストラリアと関係を深めていくっていうのは今後ますます あの重要になななっていいいくんじゃないかなとううふうに思いますそれからちょっと細かい話で恐縮ですけどインドがあの2018年にあの、えー、インド太平洋情報フュージョンセンターっていうのを作りまして例えばそういうところにその連絡官を発見したりとかでそこでまた日曜で協力していくとかですねそれ海洋安全保障分野でどんどん関係を深めていくっていうことがやっぱり今後重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。であの理想的ににははおそらく私は韓国をこういうい協力の悪に 入れてていいくべきだとううふうに思っているんですけれどもただ、先ほどの質場認識という部分で言えば、やっぱり韓国もなかなか独特の質場感というものを持っておりますので、あの一朝一夕ではいかないし、やっぱ朝鮮半島を中心に考えるというところがありますので、あのそういう意味ではなかなか難しいんですけど、しかし、やっぱ韓国というのはその同時にあの重要な隣国でありますので、インド太平洋に関与させていくということをやっぱり継続的にやっていくべきじゃないかなというふうに思いますなるほどありがとうございます。あの聞いいてて,聞いて,てその冒頭のの発言で思ったのは 要するにビジョンを共有するるととということは大事であると人間関係で言うと要するに「ああこいつと俺は考えが一致してるよね」っていう考えが一致できると、まあ、お金の貸し借りで揉めたりとか仕事で迷惑かけたりしても考えが一致してれば人間は信用でして付き合える考えが一致してないと、まあ、ちょっとしたことで揉めるということなんですが、まあ、そ,ういうそういう意味ではこの民主主義の国の 塊でとりあえず連携してやっていこうということは意味があるのかなと今聞いてて思いました。その上でまあ具体的にまあディエゴ・ガルシアの話とかそういったような話をしていただいてありがとうございます。その上であのオバさんに伺いたいんですが、オバさんには後で東南アジアをじゃあどういうふうに 取り込むというとなんかウクライナ目線なんですけれども東南アジアとどう協力するかという話はちょっと置いときましてここまでの議論を聞いて大間、えー、さんはどちらかとい,といえば地域研究いろんな国の地域研究から入っているわけですけれどもこのクインド太平洋クアッドのこの枠組みって日本が希望している安全保障日米では足りない部分を補う対中という意味でとして機能すると思います そのための課題と言いますか。あの非常に難しい。あのう、難しい。あの難しい問題かなと思いますが。あの一つの日本が進めていくべきマルチの選択肢としてありなのかなと思っております。 2010年代っていうのはその日本が FOIP を提唱するっていうのもそうですしクワッドにあのを積極的に推進するっていうのもそうですしあとあの経済的には TPP だとか RCEP だとかいろんなものが進むっていうことであの実はあのアジアにおいてはマルチが非常に活発化したということがあります。それは どうしてかというとみんなが仲良くしたいからというよりもむしろ、もちろんそれもあるんでしょうけどあの、まあ、みんなリスクヘッジをしているという感じなんですよね、国際秩序が非常にこう不透明になって米中もあんな対立して今までの,あのやり方で通用しないというときにあのいろんなあの連携を模索するということを日本に限らずいろんな国がやっていてその中の一つの,あの選択肢としてクワッドがせっかくあるんだからそれを活用するというのは重要だと思うんです。ただ私 私も秋田さんと同じでやっぱりインドというのが非常に難しい国だなと思っています。であのまあ日本はしょうがないんですけどクワッドをあの、まあ、提唱した時もあるいはインド太平洋というのを考えた時もインドをあの自分たちのパートナーとしてもっと引きつけたいとあるいはもっとパートナーとして活躍というかですねあの一緒にやってくれるだろうっていうすごい強い期待があるんですけどあの強い期待を抱いていろいろ誘いを出すのは私は全然問題ないと思うし。 実際に安全保障協力も進んでますから前よりもいろんな形で進んでるのでそれもいいと思うんですねただしあのインドへのこう過剰な期待っていうのはやっぱりすごくこう警戒というかその抑えなければいけないなと思っていて安全保障からするとあのインドは非同盟なのか。 それとも今インド太平洋地域あるいはインド洋で起こっている今の現実に対処するために違う方策を取るのかというこの,この揺れがすごくあると思うんですね。でその場合にはあのクワードでありアメリカともっと組むでありいろいろ出てくるんだけどやっぱり見てると中国への対応というのはそれほどこう逃げ切らないというかですねそんなに対中という感じにはならない。だからやっぱり揺れてると 思うんですねでそして経済に関して言うとあの今日は経済関係ないと思われるかもしれませんけど実は RCEP へのインドの加盟をものすごい期待したのはやっぱり RCEP をちょっと簡単に説明していあすいません <laughs> RCEP はあのあの昨年11月に日本と ASEAN アア諸国そしてあの中国て韓国そしてオーストラリアニュージーランドといった15か国であの、まあ、妥結あの署名をしましたあの地域経済連携ですねすいません あのでこれもインドがもともと入っていて離脱をしたっていうのをものすごくがっかり、まあ、がっかりはするのはしょうがないんですけどそれもやっぱりインドへの過剰な期待があるけどやっぱりインドだけちょっとあの今東アジアで進んでいるあの経済統合の中の在り方とはちょっと違うんですよね。 だからそういう,こうインドへの過剰な期待というのを抑えながらも何とか4か国でやっていく努力をしていくということ自体は私はあのやっていくべきだと思います。もうとにかく今日本は選んでられなくていろ,んなあのいろんな球を打つしかないのではないかと思っている次第です。ありがとうございます。あの最後にもう一回ここで高見沢さんと神保さんに、えー、ってあその前に川島さんはなんかしゃべりたいことがもしこ,こ,ではこのセッションでは想定されてませんが何かあれば。 その前に後後でででければ後で後でいいですね、はい、すみません然そうしましたらちょっと高見沢さんにここでまた戻りまして、えーまあ、この1個目の塊では要はこの安全日本が日米同盟だけじゃ十分足りないよねとでその安全保障の足りない部分を仲間を作ってあの佐竹さんからの話もありましたように能力だけじゃなくてビジョンっていうか、まあ、要するに人間同士で言えば信じられる仲間で。 えー、お互い守っていこうねっていうそういう枠組みだということでが大体分かってきましたただ同時にやっぱりインドとかこの,このセッションではもうみんなアメリカの同盟国プラスインドでかなり身内的な国同士なんですけれどもそれでも簡単じゃないよねっていう議論になってるんですがそれも含めて今後の課題と見通しといいましょうかその安全保障協力としての,あの防衛特に安全保障協力としての課題 どういうふうにやっていったらいいかっていうのを高水沢さん、そして最後神保さんにもお願いします。えー、ありがとうございます。あのまず一つはですね、あの今回のそのインド太平洋のいろんなビジョンというのは、私はその力のバランスだけではなくてですね、いろんなソフトも重視しながらそれぞれの制度がどんどん発展していくというですね、そこもあの大いに考えていかなきゃいけませんし、今言ったその信頼関係っていうのは。 いろんな防衛交流なり協力なりあるいはその国のためになるプロジェクトをやることで生まれるのでその点はやっぱり防衛分野でも言えることではないのかなというふうに思いますそれから二点目はですね政府はある程度はっきりさせてもいいというところあると思うんですけれども今の,その競争の側面というのは アメリカも中国も、あるいはまさにあの最近出たイギリスの報告もそうですけれども、競争の時代だということを非常に意識をしていると、その競争が広がっているということですから、FOIP というのはある意味、競争的な側面は当然持っているんだということははっきり申し上げられるんではない、ただ、その競争がちゃんとした意味を持つためには、結果を生んでですね、 そのまさにそれぞれが望んでいることが実現していくようなそういう構想なりあのビジョンになるかというですね。そのまさにあのリザルトオリエンテッドなところがあると思いますから、それを出すために何が必要かということがあると思います。でインドについては私はあの中国もそうですしアメリカもそうですしロシアもそうですけれどもこの4カ国っていうのは。 なかなか自分の言うことは聞かない最後まで勝手を押し通すわけでそれは我々の協力をしているときにアメリカとの関係でもあるはずですから私は結局大事なのはインドの持っているポテンシャルなりインドが今監視を持っているエリアということに対して我々がまさに協力するようなプロジェクトなり方向性を作っていくということだと思いますから一番大事なのはインドの頭になってインドが戦略的にやりたい分野で それはこれだよねとそこに我々が何をできるかというようなアプローチをしていくべきではないか、一方でインドに対して過剰な期待を持つべきでないということもその通りなんでそれはアメリカとかオーストラリアについても言えることなんで要は日本としてちゃんとした台帳を作ってですねここはやっぱりここで頼んでいこうというようなことでここは我々ここができると、だから海洋安全保障なんかの話もそうではないかと。 日印の防衛協力をやったときに、インドから言ってくるのは海上自衛隊絡みの話ばっかりで、ですね非常に当初、面食らったんですけれども、だんだんその状況が変わってくれば、我々もここは出せるというのもあるし、ですね逆に我々がた頼んでも頼んでもやってくれないこともあるので、そこはまあ粘り強くやっていくと、その場合、やっぱりみるみるの軍と軍の信頼関係というのは重要じゃないかなと思います、とりあえずそんな感じでおります。 私はあの日米豪印の安全保障協力の可能性について若干いくつか述べたいんですけれども、あの現在のところ、えー、この4か国があの4か国として具体的な問題に共同対応するというのはなかなか難しいんだと思うんですよ、日本を取り巻く海洋安全保障とか、そもそも日本は憲法9条があるから。 他そう考えてもれ <laughs> 例えばインパ対立とかね中印国境紛争に、えー、そう絡むっていうのはなかなか想像しがたい憲法9条がありますからねそう考えていくとその4か国協力の実態っていうのは2国間関係の束として捉える必要があるんだと思うんですね3か国っていうのもあるんですけれどもこういった束のダイナミクスの中に4か国の協力があるっていうのがまず あの実態としては大事だと、で二つ目にそれでも4カ国が協力したあの軍事的なこう共同訓練みたいなっていうのは徐々に育ってきて、まあ、特にあの昨年はマラバールという会場演習がオーストラリアがま公式に参加して、インあマラバールちょっと説明してもらえ。 もともとはアメリカとインドの海軍同士の,その合同演習だったんですけれども2005年からですかね日本が公式参加をしてでオーストラリアはずっと参加したいと言っていたんですけれどもちょっとインド洋を巡るこうちょっとした対立もありましてなかなかこう入れてもらえなかったんですけれども去年からしっかり入ってで4カ国の,この共同演習という形で結構しっかりした形になったということなんですね。これは あのすごい大事だと思っていて、一つは例えば、この海洋安全保障で中国とロシアもまた合同訓練とか、南シナ海とかでやるわけですよね。こういったことに、特にこのえ価値を共有する国々がえそれをはるかにこうしのぐ規模でちゃんとこうプレゼンスを示していくということはすごく大事だし、しかも場所を選ぶことはできるわけですよ。今年年ははインド洋次の年は 場合によっては日本近海とかグアムの近くとかそれによってこう戦略的なこうメッセージどういうところにこの4カ国は関心を持ってますよということを示しながらお互いの,この相互運用性とかあの軍,と軍とが協力しますということを拡大することはできるわけですね。で2つ目は、えー、直接的な協力はできるかもしれないけれども。 できないかもしれないけれどもお互いのプラクティスを参照し合うということができるわけです。先ほど佐竹さんのおっしゃったさまざまなこの離島防衛っていうのは日本も尖閣であるしオーストラリアもココスとかインドもアンダーマン・ニコバルとかあるわけですけれどもやはりこのお互いのこのどういうふうにこの領土を保全していくのか守るのかというプラクティスっていうのは 結構大事なわけですよねで。これを相互参照しながら望ましい海洋秩序を作っていきましょうということを育てることもできるし、でこういったスタンダードを4カ国はリードする枠組みとして可能性を生み出すことはできるんじゃないかと思います。ありがとうございます。だ、え、い、ー、あのここで議論が、第1ラウンドの議論がだいたいまとまったと思うんですが、要はやはりその えこれは安全保障の協力として私は始まったと思っていますがただ、やっぱ今日の今の議論でなるほどと思ったのは何も自分がやられたら助けてもらう誰かがやられたら助けに行くというのだけが4か国の協力ではなくてソフトの協力もあれば今、神保さんがおっしゃったようにその相手がやっている離島防衛のやり方で学ぶとことかですねそういうことも含めてのこのクワッドいわゆる日米豪印の協力というものを考えていく。 そこかからまあやっていいく必要があるのかなという、まあ、逆に言えばそういうことを積み上げていくとより何かが見えてくるその出発点にいるという気がいたしました。